佐藤さんそのプロ野球選手、はい、女子プロ野球選手意識したのっていつなんですか、うん、意識は全然してなくて、はい、それよりもあてか日本代表に入るっていうことも全然意識してなかったんですけど、そう高校が鹿児島だったんで、はい、その日本代表とかプロとかっていうのがもう全然自分にはかけ離れてるというか、って思ってたんですけど、大学進学が関東の埼玉の大学だったんですけど、はい、そこに進学するのがきっかけで、なんかそのいい選手、代表レベルの選手たちと一緒にこうリーグ戦で戦ったりとか、はいはい、なんかそういうことをしてって、なんかあすごいなんか高いレベルで野球やりたいなみたいな。でまず日本代表っていうのが一番最初だったんですけど、その後に大学2年生の時に初めてプロができて、ああそうか、はい、なんですけどもう日本代表っていうのがもう一番だったんで、あんまりプロは興味が実際なかったんですよね、うん、はい、そうか、当時はもうプロ野球ができる前からやっぱ日本代表っていうのがもう目標で一つあって、そうですね、はい、でそこからプロ野球ができて、はい、でその川端優輝選手とか関西の出身なので全然接点がなくて知らなかったんですけど、もともと彼女もソフトボールをやってたので全然こう知らないんですかったんですけど、よくなんか女子プロ野球の話題とかの時にその川端優輝っていう名前を聞くようになって、で2010年かな、なんかカナダの世界大会の時に初めて一緒にプレーをした時に、なんかその野球に対する意識とか、なんかそのレベルの高さがすごいなって思って、でなんかその毎日練習できる環境っていうのが女子野球に今までなかったので、でそれでなんか目指せるならそういうところで自分もレベルを上げたいなっていう思いで初めてあの意識をしだして、で次の年にトライアウト受けてプロに入団したっていう。トライアウトなんですね、はい、いい話ですね。これで一本できますね、強氏の話は強氏と僕の話はもうバッサリバッサリ、うん、で六角さんどうですか。私はあのプロには行ってなくて、はい、もう代表を目指してずっとやってたっていう感じですね。はい、そうか、代表になってセーブができた。そうです、代表はまあずっと前からあって、セーブは、去年からあったっていう形で。これはプロ野球選手ではないんですか、この NPB 参加の女子野球チームっていうのは。プロではないですね。プロはまた別であるんですか。女子プロ野球リーグは女子プロ野球リーグでちょっと独立でやってたんですよね、はいはいはい、でそこでもリーグの新に所属する選手っていう形 で、 あの京都とかでやってたんですか。そうですそうです、はいはいはい、なんですけど今その選手たちがちょっとこう対談とかがあって、はい、結構もう選手がいなくなっちゃったので、はいはい、実際にそのリーグを運営するのがちょっとできないっていうので、うん、試合はちょっとできなくなって、で今はそのアマチュアの女子野球の関東リーグとか関西リーグとかあるんですけど、中部とかあるんですけど、そこでちょっとこう盛り上がってるっていう感じなので、プロじゃなくて、まあ、アマチュアのチームです、うん、まだ、まあ、独立リーグみたいな位置づけな。でも実力はもうプロですもんね、言ったらよ、プロの選手がいっぱい入ってそっちに移籍をした、はい、移籍してる。なんかあの甲子園の話戻っちゃいますけど、うん、女子の高校野球の全国大会決勝戦が、うん、そうだ、甲子園で開催されるらしいんですよ、うんはい、これはすごいですよね。だって決勝戦だけが甲子園球場でやるんですか。そうですね、はい、あそうか、空き日が1日増えて、その空き日、高校野球の空き日1日が女子野球の甲子園。あ、そうなんですか、はい、になるんですね。休養日が今年増えるんですよね、甲子園、うん、あ、じゃあ普通の夏の甲子園やってていきなり女子が入るんですか。そうです、決勝だけポンと。そう、1日、そう、1日なんていうか休養日っていうのが増えて、はい、今回でこれからおそらく増えるのかなとは思うんやけど、でそこの1日に、女子 の、 その試合を入れましょうってことですよね、うん、そうです、うん、これすごい面白いというかいい試みというか、はい、しかも第1回目、まあ、これからどうなるかっていうところはあると思うんですけど、これからどん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 女子野球の方で甲子園に出れるんだみたいな感覚が出てくると、もっともっと盛り上がる可能性ってありますよね。注目ももちろんされますし、はい、うん、もう本当に女子野球界ですごい、まあ、大ニュースというか、うん、もうやっぱそれを目指してやってきた選手たちもいっぱいいて、うん、でもなかなか甲子園に行けないとかっていう、うん、あれですね、やっぱその女子もやっぱり僕らのその男の子の高校野球の甲子園を見てやっぱ感動する人がいたりとか憧れる人がいるわけじゃないですか。でもこうやってやっぱ女子のね高校野球の決勝が甲子園でやるってなったら、また野球をやりたいっていう女性がね増えると、その
女子プロ野球も盛り上がるだろうし、はい、これいいことですね。ちなみに今俺言ったそれ言ったことあ、ほんま言いました俺今めっちゃ言ったことなんで繰り返すんかなほんま寝たかなと思って全然来てない、ちなみに今野球と、普通の仕事とかもやられてるんですか。はい。どういうことをやられてるんですか。私は今トレーナーをやって、おーおーはい、もう本当に平日は働いて土日野球みたいな感じですね。なるほど。うん、佐藤さんは何かやられてる。私あれですね、まだ今探してる段階なんですけど、はい、そのプロ上がってから、はい、その世界大会までに時間がなかったので、はい、なのでクラウドファンディングをして、おで資金を募ってあの野球に集中するためにということでやってたんですけど、まあ、あれですね、これからまたちょっと働いたりとか、まあ、野球教室のイベントが入ったりとかたまにあったりするんですけど、まあ、野球に集中しながらこう本格的に仕事するっていうのはなかなか難しいのもあるんで、うん、そこをちょっと考えながらやってたんですけど、あれですね、今ちょっと探してる途中というか。クラウドファンディング僕も今ちょっと考えてるんですよ。あ、そうなんですか。はい、後でちょっとやり方教えてくださいちなみにその練習って週何日ぐらい、チームでまとまった練習ってのは週何回ぐらいあるんですか。週2回です。基本的には土日祝日。あ、土日祝日が活動日っていう形なんですね。活動日、そうですね。で練習と試合が土日祝日を使って行われる。はい。あとは大会前とかになると水曜日とかは結構休みの人が多いので、水曜日にみんなで集まってやってっていう感じ、ね。あ、そうなんですね。ナミさんは、え、今何やってんですか。なんかいろいろやってますけど。急に来たね。急に来たね。いろいろやってますよね。いやいや、すごいですよね。だから僕はもう引退して、まあ、僕いろいろ病気とかちょっとこう精神的な部分とかがあってちょっともう苦しんだ経験があったので、僕引退してすぐあのメンタルをちょっと勉強したいなとか心理学とかいろいろ勉強したいなと思って僕ちょっと資格取り行ったり勉強したりして、今スポーツメンタルコーチっていう活動をしていたり、あとはまああの企業チームの野球の監督業っていうこともまあやらせていただいたり、まあ本当に何ですかね、幸せに。なんか楽しそうにやってますよね。いやいや、ちょっと待って、お前だけなんでそんな幸せそうな顔してるの。いや、僕一つだけ気に食わないことがあって。何何。まあ言ったらですよ、うん、ことは悪いですけど、戸様の選手じゃないですか。うん、戸様ね。だから戸様からすぐクビになったやんけ。いやいや、そういうことじゃなくてそのナミさん引退されて、うん、なんかファン感謝でこうファンに別れの挨拶みたいな、はいはい、結構惜しまれてたじゃないですか、うん。僕一個もなかったんですよ僕14年やったんですよヤクルトでどう思います。違う、あれはあの、ね、あのファン間で僕戦力外になった年のファン間で挨拶をさせていただけるその時間というのを設けていただきましたよ、はい、設けていただいたんですけど、あれはあの球団からはあの申し訳ないけど、ファン間で何ていうんですか、セレモニーとか何かを球団が用意するだけの成績は残せてない、その基準っていうのがやっぱりあるみたいなんですよね、うん、でそれには僕は全く足りてなかったので、ごめん球団としては何も用意できないんだっていうようなお話をされたんです。僕としてもそんな成績、僕そんな選手じゃないと思ってるから、いやそんなこともありがとうございますということで終わってたんですよね。だから後日というかファンの方がいろいろ球団の方にお声掛けしてくださったみたい で、これだけ声があるんだったらやらないかっていう声を、お声をかけていただいて、なるほど。でおそらくその戦力がクビになった選手がその年のファン間で挨拶をしたっていうのは、僕プロ野球史上始まって 初だよ、僕が初の流れを作ったというか。で剛もだってあのいっぱい署名ファンの方から来たんやけど断ったんやろ。まあ、いや僕が断ったっていうか、違う違う違う、僕は違うそれ来てたらやってますから。いやこれはもう本当あのピーでいいんですけど、うん、もうなんか普通になんか、いやこれは選手たちが、選手たちが動いてくれたんですね、うん、あの周りの選手たちが、うん、なんかいや普通にないでしょみたいな、さすがに挨拶ぐらいさせましょうよみたいになったんですけど、はいはい、時間がねえっつって、うん、たった一言で終わらせる。いやいや、それはもうしょうがない、だって時間がないんですよ。時間が満館なんてさ、どんだけ余ってるんですか。時間感謝祭で時間があったら挨拶できますよね。ただ時間がなかったらどうですか。きついですね。時間がないんだったらきついですね。それもしょうがないよ。そんな2時間も3時間も喋るわけじゃないですよ。時間はみんな24時間、時間だけが平等やねん人間、ね、その平等な時間がないって言われたらもうしょうがない、ね、しょうがない、ないんだ。切り替えるしかない、うん、時間がないんだから。まあでもね、そのファンの挨拶をね、うん、できなかったきっかけで
今 YouTube を僕始めましたから。そうだそうだ、はい、YouTube ね。そうなんです。今28万人登録者数。いやいやいや、まだまだそこまでいってないです。はい、もうちょっとで、もうあと2ヶ月ぐらいでいくと思います。もうちょっとやね。嘘です、うん、そんなにいかないですよ。頑張りますけどね。僕 YouTube やってるの知ってます？知らないです。知らないです。どんなジャンルなんですか？でも完全ガッツリ野球で。教えるっていう感じ？教えるもあるし、例えば巨人の坂本選手とコラボしたりとか、いろいろ結構楽しくやってるんで、よかったら見てください。はい。で、あの女子、その埼玉西武ライオンズのライオンズレディースのチームにもちょっと行きたいなと思ってます。ぜひ来てください。ぜひ来てください。行っていいですか？はい。ぜひ。佐藤さんと上田対決ね。おー、ピッチャーどうですか？え、ちょっと考えます、そこは。いやいやいや、あの多分あの忖度しないと、あの絵にならないぐらいケチョンケチョンにやられますから。本当ですか？だって結構あの上田剛 YouTube チャンネルであのバット持って俺ってまたこうやって乗り込んでるやつとかあるんですよ。もうぐっちゃぐちゃですよ。で、あのコメント欄でさすがとか、上田剛だ、嬉しいとか、さすが上田剛綺麗とかっていっぱい書いてくださってるんですよね、コメント欄、あの YouTube のコメント欄、はい、皆さんすごく優しいんですよ。そう、終わってますよプレー。一つもプロらしいプレー一回もしてないですからね。はい、まあ、でも楽しくちょっとやってるんで、うん、よかったら見てみてください。はい、はい、見ます。ぜひ。楽しいですよ。ありがとうございます。だいたい半分ぐらいは僕が再生してますからね。そうなの。そうなの。うちの Wi-Fi の容量減るきます。剛の動画ばっか見てるから。いや、ありがたいですね、うん、今日は、新興園にあるセノンスポーツゼロに来ました。コンビクラブベースボールメディアで、ここを使わせてもらってます。こんな施設もあります。疲れた後は酸素カプセルで癒しましょう。じゃあね。一緒だわ。セノンスポーツゼロにスピードガンが導入されました。101、107、110いきます。111、ピンピンピン。